を拝読しますすヘブル人の手紙10章22節ですそのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持て真心から神に近づこうではありませんか。 教会学校中高生部校長金ちゃんみん伝道士が父なる神様と一つになること二番目心からの従順というメッセージを取り継ぎますシャロム聖歌台の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございました天井の舞踊チームの特別,特別,特別舞踊を感謝します 愛する生徒の皆さん皆さんにとって父なる神様とはどんな方でしょうかこの質問は生徒の家庭を訪問する時たまにする質問です2014年私が中学校2年生の指導教師をしていた時宿題を出した内容の一つです私にととって父なる神様とは 主とは牧者とはどんな方なのかを書いて提出することにしましたがその時子どもたちが書いてくださった内容がとてもよくて保管しておいて最近もう一度探してみましたその中から恵み深い内容をお読みしたいと思いますこの内容を聞いて自分自身にとって父なる神様はどんな方なのかもう一度考えてみたらと思います ある姉妹です。私にとって父なる神様は私のすべてです。賛美の歌詞にもあるように私のすべてなる我が父、私のためにたっとい牧者を遣わせてくださったこと、またたっとい御言葉で返させてくださる我が父を、私にすべてをくださった父なる神様にすべてを捧げたいと思って、父を私のすべてと表現したいです。私にとって主は暖かい日差しです。 冷たい地上に暖かい日差しが照らされるとすべてがそろりと溶けるように私たちの凍りついた心を溶かしてくださる主の温かい愛を思いました。 もう一人が書いた内容です。私にとって神様は先生だ。なぜなら先生が子どもたちを指導して多くを教えるように神様も私を指導して多く教えてくださったと思うからだ。私を指導してくださったとは私の生活の中でたまに怠けようとすると神様がその思いを退けてくださるからだ。多くを教えてくださったとは夜自分の一日を振り返ってみるとき 神様がしてはならないと言われたことを友達としてその結果がどうだったのかを見せてくださったからだ。 私にとって牧師は救助隊員だ救助隊員はどんな状況でも一人でも多く救うために走って怪我したところを治療してくれる牧者も一人でも多く天国新しいエルスレムに連れていくためにいつも涙を流して祈っておられる牧者の涙を見るたびに多くの方が帰られるために努力するそのたびに私も帰られるために努力する続けて努力していけば必ず帰られると信じる 最後ですもう一人です今は高校3年生になっている人ですが中学2年生の時書いた内容ですある兄弟です私にとって父なる神様とは生きつまり呼吸であるということですね私にまたみんなに必要なものですが考えていないとその感謝の心忘れてしまうが少しでも考えてみればとても感謝で忘れ 言おうとしてもも忘れられらないものだからだだから私,の私にとって神様は生きだ私にとって主は愛だ主がその全ての栄光と誇りを全部後ろにして癒しい人々そして私のためにこの地上に来られ無言いいろんな苦しみと 詐欺罪を受けてくださった尊い方が自分の非常物にそのようなことを受けながらも感謝を持って耐え忍んでくださったのは途方もない愛だその愛によって十字架につけられて罪を許してくださったことがとても愛だと思うだから私にとって主は愛だ私にとって牧者は許しと機械だなぜなら私は道介助先生が講談から教えてくださり戒めてくださった たのに、それでもヨが好きで世に戻ってしまった。同会所、先生から声がかすれた時も、そして多くの機会をくださったのに。それでも私は世が好きだった。 しかし、牧者は許してくださった。遠くから見るたびに励まして、新しいエルサレムに必ず行きましょうという眼差しで見てくださって、私にもう一度立ち上がる機会をくださった。それで新しいエルサレム、牧者の城本体の1階と2階の間でお会いできる機会を私にくださった。それで私にとって牧者は、許しと機会である。生徒の皆さん。 はいこれを聞いてどうだったでしょうかとても恵み深いですねこの内容を聞いて皆さんにとって父なる神様はどんな方なのかもう一度考えてみたでしょうかそのような父なる神様を誰が教えてくださったのでしょうか愛する牧者です牧者が神様について教えてくださいましたもし牧者でなかったなら私たちは呼ぶのように神様に対して 怖がっって、神様のたた温かかかい愛を心から感じることはでできなかったでしょう。しかし、牧者のゆえ、神様の温かい愛を感じたので、このように変えられました。私もそうです。講談から何,何度も証しをしましたが、2011年までは世の中でさまよっていた大学生でした。牧者の愛によって、たっとい四世大学に入って、学校生活を始めましたが、その愛を、 忘れてしまって髪もオレンジ色に染めてお酒も飲んでいました私はその当時の写真を持っていなかったのですがやっと何枚か手に入れましたこれは学生デモをしていた時です このように私はオレンジ色の髪で髪だけではなくてあ髪だけ染めたのではなくて1週間7日ならお酒を 6, 6日間は飲んでいたようですその学生会の副会長をしていたので私は勝負するところもあったので相手と,相手と競ってお酒を飲んだりしました そしてダンス部にも入っていましたそのように部活の活動もしていたしまたバンドにも入っていましたこのように世のものを追い求めていたのですが写真でも皆さ,んに皆さん見ましたけれども学生運動にとても熱心だったのです。自分ののを持って世の 不条理なことと戦って、大学登録金を半額にするためにデモをしたり、いろいろデモに走っていきました。そのように大学生で生活をしていたのですが、心はむなしかったです。牧者を通して父なる神様が生きておられることを確かに知っていたし、天国と地獄はあるということは知っていたからです。しかし、祈っていなかったから、 力がなかったのですそれでそのように苦しんでいましたが、牧者は私を諦めないでまた手を差し伸べてくださいました。また機会をくださって結局は返させてくださったのです。時間がないので今日は簡単に 短く一つだけ証しをしましょう。牧者の愛を感じた証です。2012年でした。同会所先生が7週間祈りを終えて帰って来られた時、数年ぶりに牧者に会いに牧師館に行きました。手術の朝。その時は牧師館で生徒の皆さんに会ってくださったのですね。数年ぶりだったのです。ちょっと緊張していきました。でも覚悟しました。先生がどう 叱っても責めても感謝で受け入れようと思いました先生がエレベーターに乗って来られましたいつものように生徒の皆さんを一人一人見てくださって私と目が合いました先生はその時責めたのではなくて微笑みながら金ちゃんみん久しぶりだねと言ってくださいました その温かい一言,一言で心が溶かされました。それで終わったのではなくて、お話をしている途中、金ちゃんミンと読んでくださって、前、陸軍士官学校のために祈りを受けたのではないかと言ってくださいました。それを聞いて私は千日が走りました。以前ということは、5年前のことだったのです。2007年4月主日の朝牧師館で 私はただ1回祈りを受けたのです。5年前に1回受けた内容です。高校3年生の時。学校の大学校の中で成績が良い人は陸軍士官学校に試験を受けることにしました。しかし、私は自分がその学校に入りたい入りたいのでもないし、そのテスト試験が手術あったので、そのために2007年4月同会先生に祈りを受けたのですが、それを5年後。 2012年2月にその内容を話してくださったのです。私はそれを聞いて自分自身が打ち砕かれました。この方の愛は一体どんなものなのかと思いました。私は教会の頭の働き人の子どもでもないし。 地方の教会で信仰生活をしていた少年だったのですがその祈祷課題も心を込めて祈りをしてくださったから5年後も忘れないで覚えてくださったんだと思ってその愛にあまりにも感謝して報いたくてその時から決断しましたもう一度決断してその愛に報わせていただきたいと思いましたもちろんその後も私は何度も倒れることもありましたが愛によって導いてくださったので今はこのように主のしもべになっ 夕方礼拝の時メッセージを伝える人になりました。 これは私だけではなくて生徒の皆さんもそれぞれ万民にあって神様と宗牧者の愛を感じた証をするなら世を明かしても時間が足りないでしょう。今私たち万民に与えられた祝福の流れの中でこのように私たちを変えさせてくださったその愛に報わせていただくことは私たち,を私たちに施してくださったこの神様 の愛に報いるためには神様と一つになることですそのためにどうすべきか牧者は2013年機関上教育の時を教えてくださいました神様と一つになるためにはどうすべきか教えてくださったでしょうですから今の時私はその内容を握ってそれを実行するために走らなければならないでしょう 今日説明する内容は、ボクシャーが教えてくださった父なる神様と一つになる方法です。これを自分のものにして、ボクシャーの愛のみですと、誇らしく告白する皆さんとなりますように。 愛する生徒の皆さん前回は父なる神様と一つになるためには第す全てのことで神様を中心にして神様の観点から覚える思うべきだと言いました父なる神様と一つになった人は言葉と思いと行いの基準をいつも神様に置いて生きるのです代表的に絵のくについて説明しました今日は父なる神様と一つになるために第す全てのことで父なる神様の御心を 押し量って聞き従うことについて調べてみましょう。 信仰の4段階は御霊の人で神様をこの上なく愛する次元ですそして信仰の5段階は全く聖なるもので神様に喜ばれる信仰の次元です愛する次元を超えて喜ばれるためには重要なポイントがありますそれは相手の心を押し量ることです御霊の人も自分なりに神様の御心を悟って聞き従いますしかしまだ神様と完全に一つとは言えませんですから時には神様を 愛していますが御心を完全に押し量れないで自分の限られた視野の中でことを進めることがありますそうすると神様の前に完全に喜ばれることはできないのです何よりも相手に喜ばれるためにはその心がよくわからなければなりませんこれについてボクシアは期間長教育の時例を挙げてくださいました夫婦が結婚して暮らしてみれば互いの食べ物に対する好みもわかります どんな料理が好きなのか知っていますしかし時にはいくら好きな食べ物でも食べたくない時もあるしある時は普段食べないものが食べたくなる時もあります長い間一緒に暮らしていて互いについて分かっていけば好きな食べ物だけではなくてある時は普段食べなかったものを食べたがることまでも把握するようになるのです例えば主人が最近食欲がない だからちょっともっとおいしいものを食べたいなと思ったとき。 奥さんがそのここ心を押しはかって最近主人が食欲がないそうだ食欲をそそるものを作ってあげようと思うのですそしてある時は主人が気力が落ちたようで何か気力を取り戻せるようなものが食べたいと思いますこの時奥さんが最近主人がちょっと元気がなさ,どなさそうだから栄養食を作ってあげようと思うならどれほど喜ぶでしょうかこののように主人の好みと健康状態まで把握して物を作れ すればドリア喜ぶでしょうか。しかし、ある奥さんは多くのお金をかけて高い材料で料理を作ります。しかし、主人の好みとか健康状態は考慮しないで自分が見て美味しそうなものを作るのです。自分なりには最高のものを準備してもてなしたと思いますが心、心主人の心には合わないのです。主人は奥さんの声優を見て食べますが喜ばれないのです。このように自分が見ていいものをあげる次元ではなくて、あ 相手の心を押し上がって喜ばれる次元これが誠に一つになった関係だと牧者が説明してくださいました相手話をしなくても相手の心と状態まで深く探っている関係ですこのように父なる神様と一つになった人神様に喜ばれる次元はただ単純に自分が知っている真理に従う次元ではありません神様がなぜそのように するるように望まれるのかそれをどんな方でするのを望まれるのかその心を押しはって聞き従うのですこのような次元になってこそ父なる神様が望んでおられる身を結ぶことができるのですそれなら聞き従うことについてもう少し具体的に調べてみましょう聞き従うことには3つの段階があります3つの段階がありますまず 正しく、それが正しいか正しくないか思わないで人が言われた通りに盲目的に服従する段階があります。霊的には義務感からすることです。つまり愛と自発性がかけた行いです。聞き従うことを同意を行いに偏っていてさせられてするロボットのようなことです。次の段階は相手を愛して聞き従いたい心で喜びと感謝を持って幸せな心で従う段階です。 ただ真理の中でで聞き従うことです例えば2014年多くの方がボクーが言われたことに聞き従うために聖書を読みましたこの時どんな心で聖書を読んだかによってそれぞれの行いがどんな従順だったのかチェックすることができます例えばある方が周りの人が聖書を読んでいるしまた霊的の流れがそうだから義務感から聖書を読みました そして目標もなくなぜ聖書を読むべきか確かな目標もなく早く一読を終えなければならないと日記を使っていたのです。そししててあるる方は愛す牧者が話してくださった 言葉に聞き従いたいと思って、喜びと感謝を持って幸せな心で聖書を読みました。学校や職場で時間が足りなくて夜遅く読んだ時もありましたが、それも幸せな心で読みました。この方は神様の前に喜んで聞き従いました。しかし、これよりもっと神様に喜ばれる中旬の段階があります。 つまりただ喜ぶ,喜ぶ心で聖書を読むだけではなくて、牧者がなぜその聖書を読むように言われたのか、その心を探り極めて、牧者が依然聖書をどんな目的で読んだのか、そしてどのように読んだのか、説明してくださったのを思い浮かべて、幸せな心で。 し,なさいしてはならない守りなさい避けなさいという内容を整理しながら祈りながら聖書を読む段階がありますこの段階が父なる神様を愛して聞き従いたい心とともにその心を深く押しはかってそれに合わせて聞き従う段階です 聖書の中でこのような代表的な人物がいます信仰の父アブラハムですその行いが光を放った瞬間が 一人子イサクを全生の生贄としして捧げた時でした。時で神様は、イサクが100歳になった時息子を産むようにしてくださり、その子孫を通して大きい民族を形成すると約束してくださいました。しかし、ある日突然、神様が、イサクを殺してし、全唱の生贄として捧げなさいと言われました。動物のようにほふって このような状態で肉の人なら生贄にえの方法から始めいろんな肉の思いを働かせて聞き従えないでしょう神様は愛の神様ではないんだ恐ろしい方だどうして息子を殺しなさいと言われるのかとつぶやくかもしれないしまたこの息子は約束の子孫なのにこれを殺す と言われたのは神様は前の約束を守ってくださらないのかと誤解するかもしれません一方悪のない御霊の歩みに入った人ならば神様を愛するから神様の良き御心を信じて条件をつけずに聞き従うことはできます しかし、聞き従ってもなぜ神様がそう望んでおられるのかそしてそのあと結果はどうなるのか神様の約束はどう成就するのかまでその心は深く理解できないのです。しかし全く性のるものとされた人は神様の御心を推し量って聞き従うのです。 心から完全に聞き従うのです。アブラハムはこの心目に通って全く背乗るものとされていたことを証明しました。ヘブル11の17から19。信仰によってアブラハムは心を見られた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者、の中からし 死者の中からイサクを取り戻したのですとあります。一人ごサクを捧げなさいと言われたら何も考えずにはいと言ったのではありません。アブラハムはたとえイサクを捧げたとし,たもしても神様が彼を蘇らせてくださることを信じました。そしてイサクを通して大きい民族を形成すると言われた約束を必ず守ってくださると確信していました。神様は死者から、 もう遺作を戻してくださると約束したことを守ってくださりいつも良いものをくださる神様を信じてよ,よき身心に従ったのですもちろん自分の思いを働かせないで「アーメンと聞き従うことも肉の人にはできませんそれほど神様を信頼する御霊の人の心になってこそできるのですしかしこのように「アーメンするアーメンという,のいう,いうよりさらに良い 深い次元は、その御心を押し量ってアーメンと聞き従うことです。このように心から真実を持って心を尽くして、 誠ことに聞き従うことができるのです。このような完全に心から聞き従うためにはどうすべきでしょうかある日突然できるでしょうかそうではありません。それぞれの信仰の計りの中で神様の心を最大限感じて聞き従おうと努力するのです。もちろんこれは完全な従順ではありません。信仰の5段階、全く背のるものとされてこそ完全にできます。しかしそれぞれの信仰の段階で最善を尽くして聞き従っていくほど その行いがだんだん発展するようになるのですこのような従順が積まれてまた積まれて結局完全に心から聞き従う段階に至るのです 霊的なものは行うほどその行いの中に込まれた心が深くなるのです。例えば赤ちゃんが初めからよく歩くことはできません。最初は安養から始まり始めますね。数歩歩いてすぐ転びます。これはは完全に歩いたとは言えませんししかし 繰り返して暗用してみればよちよちしながらも転ぶ回数が減りある程度歩けるようになりますそして練習していけば完全によく歩けるようになりますその過程で親は赤ちゃんが安用をしてよちよちしていてもよく歩けると言いますその子どもの水準に合わせて見てあげるからですそして一生懸命応援してよく歩けるように助けるのです父なる神様も同じです私たちがまだ完全に従順ができなくても 自分の信仰の段階で最善を尽くして聞き従おうとするなら神様は喜ばれるのですそして完全に聞き従うように応援してくださり助けてくださるのですですから私たちはまだは全く背のるものの段階に入っていなくても神様の心を押し上がって最善を尽くして 聞き従うために努力すべきですそして一瞬一瞬転んでも自分を応援してくださる神様の温かい愛を信じていけばだんだん完全にできるのですそれならこの従事を完全に行うためには何が必要でしょうか第一愛の心が必要です 生徒の皆さんは愛する心で聞き従っているでしょうかでなければ義務感から聞き従っているでしょうかもし愛する心より義務感が先立っているならそれは大変でしょう。しかし愛する心で聞き従うならそれが重荷ではなくて一番幸せなことになるでしょう。それがたとえ自分のすべてをかけてでもです。 世の中でも危険にさらされている子供のために親は自分の命を投げ出して火の中にも道の中にも飛び込んだりします。その子供を愛するからです。 このように愛すると自分の命までも惜しまずに投げ打つことができます私たちが父なる神様を心から愛するとその心見心に聞き従うしかありませんこうしなければならないのかと思うのではありません何としてでも「はいアーメンと言って愛が,愛が大きいほど命じられたこと異常を果たそうとするのですまた使命と魂への愛があると自分の使命を自分自身のことに思います 父なる神様の働きなのに私がこうこう,こうまでしなければならないのかと思わないで喜んで聞き従うようになるのですこのような分野で私たちの鏡になってくださっている方がいます毎日私たちは愛して命を尽くして神様と知った牧師のために命を尽くして祈祷会を導いてくださる祈祷委員長先生です私たち万民は最近蒼天礼拝から五千祈祷委員の集会昼の祈祷会 ダニエル哲学祈祷会そして深夜の祈り会まで祈りの日が消えていません特にダニエル哲学祈祷会だけではなくて火の祈祷会も千人の遺像が集まって心尽くして祈っています誰かが言われたからしているのでしょうかそうではありません 神様と主と牧者をとても愛するから自発的に心尽くして祈っているのです聖天礼拝は聖天礼拝を導く方々がとても頑張ってくださっていてそして ダ,ダニエル・テチア祈祷会が終わった終わった後祈祷会があってイーサン先生が導いてくださっていてそして祈祷員の集会やヒの祈祷会ダニエル祈祷会は祈祷委員長先生が導いてくださっていますただ前で講談で導くだけではなくて講談から降りてきて生徒の皆さんに直接祈りを助けてくださいます今は腰が癒されて健康でありますけれども腰の具合が良くなかった時もそれに関わらず生徒の皆さんのために祈ってくださいましたたまにはまは あまりの人々に刺されて階段を降りてきて皆さんのために祈ってくださいましたなぜでしょうか父なる神様と主牧者を心から愛するからそして生徒の皆さんを愛するからそうですよね最近万民の祝福の流れの中で祈祷委員長先生は涙の多い方ですがダニエル・テチヤキトー会のと 時も涙を流す姿はあままり見ませんでしたが先週、主日夕方礼拝の時でした私は司会者だったのですがヒンドル世界大の特別賛美を見てとても涙を流しました。なぜならこのように可愛い子供たちが賛美しているのを牧者がご覧になればどれほど幸せだろうと思ってまたその賛美の歌詞が牧者が私たちにくださる愛のメッセージだと思ったからです。そして幸せな心で涙を流して賛美を見ていましたが。 私,の私はその時祈祷院長先生の方を見るようになりましたその時院長先生がハンカチで涙を拭っておられましたその姿を見て私は伺ったのではありませんが私はこう思いましたああそうだ,だ誰よりも涙が多い方なのに今は牧者のために生徒のためにその涙をこらえて全身全霊を尽くしてダニエルは祈祷会と祈祷を そして夜の祈祷会を導いてくださっているんだと思って感謝でした神様と主を牧者をとても愛するからそして生徒の皆さんをあまりにも愛するからご自分の使命を任された以上に果たしておられる方ですその祈祷委員長先生がおられるから私たちは毎晩祈れるし神様のまことの子供に変えられているのです <laughs> 私たちも。 機動長先生を見習って神様は愛する心で聞き従わなければならないでしょう。 それなら、どんなものに聞き従うべきでしょうか神様はものすごいことに聞き従ってこそ喜ばれるでしょうかそうではありません。父なる神様は私たちが必ずしも何か大したことを聞き従うように望んでおられるのではありません。自分にあたられた小さなことでも神様を愛する心で聞き従うことを望んでおられるのです。例えば、礼拝を捧げておられますが、この礼拝を捧げるときも、父なる神様を愛する心で、自分にくださる神様の の愛のメッセージをときめいて聞いているのか、祈る時も神様との会話を大事に思って喜んで祈っているのか。でなければこの礼拝と祈りをする時習慣的にしているのかを見てどのくらい聞きしだがっているのかがわかるでしょう。使命を果たす時も同じです。父なる神様は愛する心で聞きしだがっていけば神様は確かに祝福をで報いてくださるでしょう。もう一つ最近私たちがどのくらい完全に心から聞きしだ 下がっているのかチェックできることがあります。それは牧者が4月に私たちにプレゼントくださいました。何でしょうか？はい、皆さんご存知ですね。愛のプレゼントという本です。この本ですが、皆さん牧者がお願いしてくださったようにしなさい。してはならない。守りなさい。避けなさいという。 言葉を実践ししているのでしょう同、ね、会先生がこれをしてくださいとお願いしてくださいましたこの本を読みながら一生懸命神様の戒めを,戒めを祈りながら一つ一つ実行してそして信仰が成長するようにと牧者は言ってくださいましたそれで私たちが再び先生にお会いするとき幸せな心で先生先生が 教えてくださったようにこの本を読みながら実行するために走ってきましたと喜んで告白する皆さんとなりますように、はい、中高生の皆さんもこの愛のプレゼントの本を読んでそして礼拝と祈りを心を尽くしてするために一つのプロジェクトを行っていますこれについての証があります。誠の子供プロジェクトトといいうタイトルで先週から行っていますが 4つのあ5つの項目があります礼拝また聖殿を愛することそして心のカツレをすること神様の御心を知ること真理でないものは入力しないことこのように5つがあって、うん、愛のプレゼントの本を読むことも入っていますそして祈りについては中高生部で2週間特別ダニロ・テツヤ教会を 3 3ヶ月で3回ぐらいいしてしようとしています先週から始めていますがこれについて中高生の恵み深い証があります。ある男性生徒がいます。中学校2年生ですが先週からこの中高生部特別祈祷会に参加しましたが手術を お腹を壊したそうですそれで夕方礼拝が終わって家に行って休みますがお母さんは心配して今日ダネルヤキとか行かないのと聞いたら息子さんは「いや行きます」と言ったそうですそれで8時30分になってもう一度確認したそうです「今日体の具合が悪いから起動会休むの?」と言ったら「うん行く行く」とそれで「 そのような状態でも祈祷会に来たのです。でも祈祷会に来た時はよく祈れたそうですね。で、次,次の日、月曜日、うん、祈祷会の前でした。本聖殿の前、信頼者歓迎室の前に誰かがいたのです。聞いてみたら、あの口の中で何かを食べていたのです。何食べているのと聞いたら。 一日中お腹を壊していて食べなかったから柔らかいものをお母さんがくれてそれを食べていたそうですそれでなぜここでの食べているのと聞いたら誠のこのロプロジェクトの2番目聖殿を愛する心で聖殿の中では食べ物を食べないことがあったのですそれで聖殿の中ではなくて聖殿の外で食べていたのですそれで本当に感謝でした。 読者が教えてくださった通りに、聖殿を愛する心で行おうとする、聞き従おうとする、その心を。 でとても感,感動しましまたこの他にも特別祈祷会を中高生部でしていて1時間以上は祈ることが原則ですがある人は塾が10時10時半ごろ終わって教会に来ると11時11時半ごろになりますねそれでこのプロジェクトに参加したいのですがどうしたらいいんですかと聞き、ま、質問しました。それで遅くててても来て祈って 祈祷会が終わった後、個人的に祈ったりそして家に帰ってでも部屋で自分で祈ればそれを認められると言ってそれで聞き従ってくれましたそしてある場合は先週があの中高生部が学校で修学旅行がある期間だったのですねそれで3日間は祈祷会に参加できなくなりますそれであるこ… 人が来て先生これどうしようかと質問しましたそれで修学旅行に行ってそこで祈れば認めると言いましたそれで金曜徹夜礼拝のまでその人が来て。 校長先生、私、3日間、修学旅行に行って、そこでも祈りましたと自信を持って行ってくださって、とても感謝でした。このように神様を愛するから、牧師は愛するから、力になりたくて一生懸命走っている中高生です。これは中高生の姿だけではありません。生徒の皆さんの姿もそうであると思います。ある日でした。徹夜祈祷会が終わって、深夜の祈り会に行きましたが、そこで、 私も参加していましたあるお年寄りの女性の生徒さんが祈っている姿を見ました涙を流していて切なる心で賛美して祈っている姿でしたダニエル・テチアキ教会が終わった夜遅くだったのですね深夜だったのです 疲れたかもしれないんですが、本当に感動的に賛美して祈っている姿を見て、本当私も感動して、これが万民の姿なんだと思って自分自身を顧みました。神様と首都牧者を愛する心でどれほど自分の。 使命をを最善を尽くししててて聞き従っているのかと考えてみました生徒の皆さんも生活の中で自分に与たられた小さいことでも神様を愛する心で聞き従って神様に喜ばれる皆さんとなりますように神様の心を押しはかって完全に聞き従うためには第2御心を探り極める姿勢が必要です自分の心ではなく神様の御心に合わせて聞き従う心の姿勢ですこのためにはいつも父なる神様の 御心探り極める姿勢が必要ですこれがなければ神様は愛すると言ってもその御心が押し明ることができないから神様が望んでおられる方法ではなく自分が 見て良い方法でものを進めることがありますそれで結果的には神様に喜ばない喜ばれない時がありますですからいつも御心を探り極めなければなりませんこの姿勢を完全に備えるためには二つの分野をチェックしなければなりません第一はどんな状況でも私はおりませんと告白できる心なのかをチェックするのです自分というものが真理にあって徹底的になくなって自分の思いや自分の義自分の 限界自分の利益を求める心、指針など自己中心的な心がなくなるのです。人は自分の儀が固くなって枠を作りますが枠とは自分が正しいと思う儀が自分なりに体型が整って固まったものです。この自分の儀と枠は真理を持って正してみればほとんどは正しくありません。なぜなぜら自分の利益を 自分の利益を求める心真理でないもしかしかしとば葉通りに生きていると思っている人の中でも自分では気づいていない自分の義と枠があります。見言葉ばを聞いてある程度真理でないものを捨てたし自分で真理を知っていると思うから自分が知っていると思うことで自分の義が現れるのです。 あることについて自分は神様の心だ心はこれだと理解したことが固くなって枠を作りその枠通りに他の人も引っ張っていこうとするから自分の義を主張するのですこのような人はすでに自分の中で確かな目標が一つの枠となっていてそれを達成しようとするからその気が強いからそれを進める過程で他の意見が出ても無視するのです。そそれで一緒に働く人々は他の意見を出そうともしない 心を一つにして助けるのでもないから心の中では不満がつ積まれて嫌々しながらするのですしかしこれを指導する人は自分は神の国のために働いていると思うから他の人を困らせるとは思いません彼らがついてこられないのは彼らの信仰が弱くて神様の愛が足りないからだと思うのですですから事を進める時心から心から 自分自身というものがなくなる告白ができなくなる告白をしなければなりません損するためには自分の木と枠ではなく神様が望んでおられる心を期待しなければならないのですそれで愛と徳と哀れみをもっと持って 広い心で相手の立場を理解しなければなりませんそうする時神様が望んでおられる方法にことを解決して全ての人と平和を追い求めることができるのです第二はただ神様の御心と言葉通りになりますようにと告白できる心なのかをチェックするのです 心理の中で作っておいた自分の枠によってより深い神様の御心が押し明かれない場合があります。それなのに自分は精霊の声を聞いていると錯覚するのです。なぜなら自分が持っている心理の知識を自分の思い通りに適用することです。時に応じた精霊の声ではないのにそれを精霊の声だと思ってそれが正しくない時がよくあります。しかしか自分の枠と気がなく 見たまに属する心になった人は一瞬一瞬精霊の声を正確に聞いていきます。また、主の国のための熱い心がありますが、自分の欲はありません。そして自分が苦労して最善を尽くして働いたことなのに、神様がそれを無にしなさいと言われても、ただ見心だけを従い聞き従いたいと思うから、虚しく思ったり未練を持たないですぐ聞き従うことができます。自分の思いいがが正しく見えててもも万が一間違っているかもしれ ないと思って小さいものがいてもそれを謙遜な心で聞き入れるのです神様が認められる心は自分の気と枠で何かを決めつけないで良い心で物を見て父なる神様なら主なら牧者ならどんな心でこれをなさるんだろうと それをまず探り極めるのですそれでそれを進めるとき得を高めて平和を追い求めるのですすべてを相手の利益に合わせて思うから自分がいくら正しいと思っても相手を押し付けたりしないのですたとえ相手の過ちによって自分に害が与えられたとしても相手のせいにしないで憐れむ心が先立って相手を慰めて励まそうとするのです このように、すべてが神様の御心通りになるのを望んでいるから、自分を完全になくして、神様を愛して進んでいきます、また心から神様の御心通りになることを信じるから。 いつも信仰を持ってことを進めるのですこのようにいつも神様の御心が何なのか探り極める姿勢を感じに備えるために2つの分野をチェックしましょうどんな状況でも私はおりませんと告白できるのかただ御心通り御言葉どおりになりますようにと告白できるのかを調べてそのような心に変えられますように。 この分野について教訓を得る人物がいます同じようにダビデに仕えていたのですが自分というものが先立って肝心に聞き従えなかったヨアブとそれと反対のダビデの三遊師のことですダビデの親戚で軍団,軍団長だったヨアブはダビデが試練を受けてまた敵に追いかけられて逃亡生活をする時もそのそばを守り 仕えていました知恵もあり勇士だったので旅手が願うことをよく処理してあげましたア,<ン>アモン人の町を 戦って攻め取るときも、ヨアブがほぼ戦っておいて、最後の瞬間、ダビデを読んで取るようにしました。その町を征服したコールを自分が取らないで、ダビデが攻め取るようにしたのです。このように一生懸命使っていましたが、ダビデはヨアブに対して安心できなかったのです。なぜならヨアブは、 自分の目的を達成するためにはダビデに不尊なこともためらわなかったし,たったし決定的な瞬間には自分の利益のためにダビデの命令に逆らってしまったからです。例えば ダビデを敵対していた将軍アブネルがダビデのところに来て降伏しようとしましたダビデはアブネルのために宴会を張ってから送り出しました彼を抱き込んで民心を早く安定させることができるからですしかし後でこれを知ったヨアブはアブネルを追いかけていって殺してしまいましたなぜなら以前の戦いでアブネルが自分の弟を殺したからです自分ががアブネルを殺すとダビデの立場が混乱になる困ることを していたのに自分の私的な感情で殺してしまったのです。もう一つはダビデの息子アブシャルムが反逆を起こした時ダビデは戦いに行く隊長たちに。 こう言いましたアブシャルムを緩やかに扱ってくれと命じました王の命令をヨラボは知っていたのにアブシャルムを殺してしまいましたアブシャルムを生かしておけばもう一度反逆を起こすかもしれないからダビデのためだと言うかもしれないのですが結局は王の命令を 自分勝手に破っってしまったのですこのようにいくら生死クラックを共にしたとしても決定的な瞬間になるとこんな風に逆らうからダビデの立場ではヨアブは手ごわいすぎる存在でした結局ヨアブはソロモンの時代ソロモンに反逆して殺されてしまいましたこ,これもダビデの心に聞き,聞き従わないで自分が望む王を立てようとしたからでした。 このように忠実に仕えた進化として人生が終わったのではなくて反逆者として終わってしまったのですこれと反対にヨアブに仕えていってもとやタビデをとてもヨアボとは違ってタビデに仕えていってタビデの心なら命が危なくなってもその御心を実現しようとした人物がいますそれは第2サムエル23章に登場する ペチュレームの門にある井戸から水を汲んできたダビデの三遊士ですダビデは彼らに何かを命じることではありませんでしたただ誰か別ツレームの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなと望んでいただけでしたしかし三遊士はダビデをとても愛してそのダビデの心を生き返らせたくて命を懸けて行ったのですこのような三遊士はダビデといつも共にいました 最後までで一緒にいたのです自分の利益がある,だけではなくある時だけではなくて最後まで死ぬ覚悟をしてダビデに仕えていましたそれで聖書にも忠,忠実な進化として記されました皆さんは弱部のような人になりたいでしょうかでなければ三遊士のような人になりたいのですかダビデの三遊士にならなければならないでしょう そのためには皆さんが神様の働きをするときも何をどれほど熱心にするかよりはどれほど御心に合わせてするかをいつもチェックしなければなりません生徒の皆さんもこのような完全に心から聞き従って神様に喜ばれますように結論です 今日は父なる神様と一つになること2番目です全てのことで父なる神様の御心を推し量って心から完全に聞き従うことについて調べてみましたこの,このような心になるためには愛の心が必要で御心を探り極める姿勢が必要だと言いましたそしてこの姿勢を完全に備えるために2つの分野をチェックしてみました 1> 第1はどんな状況でも私はおりませんと告白できる心なのか第2ただ神様の御心と御言葉通りになりますようにと告白できる心なのかです。愛する生徒の皆さん 今私たち万民は祝福の流れの中にありますこの祝福の流れの中で私たちは完全に変えられる機会としなければなりませんそうするとき完全な祝福の主人公になれるでしょうしかしもしかして私のようなものがその主人公になれるのかと思う方,が方はいないでしょうはい。 しかしもしかしてそのような方がいるならボクシャーが2015年「新年起動課題2番目見」ミーというメッセージの結論にこう言われたことを覚えてくださいひょっとして私のようなものがどうして見たまの人になれるのか私は信仰の岩にだけ立っても十分だあるいは救われるだけで十分だと言うでしょうか肉の思いを働かせると減り下っているようですが霊的には全然全然。 全く善ではない言葉です。へりくだったのでもなく、神様の恵みに背くことです。イエス様が私たちのために十字架を追って、その残酷な苦しみを受けられた目的が、ただ救われるためだ,だけだなのではありません。父なる神様がその長い歳月、涙で交錯してこられた切なる心を知っているなら、私はこれぐらいにして楽に生き,生きたいですとは言えないでしょう。私が皆さんを新しいエルサレムに入れるために、毎日どのような心で過ごしているのか見守ることができるなら、私はこれらいにして楽に生きたいです。 私はこれ以上できないとか私のようなものができるだろうかやめたいと思う方はいないでしょうと言われましたこの御言葉の中には私たちを導くために牧者がどれほど涙を流したのかどれほど犠牲を払ってくださったのかが分かります そうです私たちを誠の子供へと導く,導くために牧師はその長い歳月涙で犠牲で一日一日抗議を満たしてこられましたしかしその抗議は今も終わっていません私たちが誠の心心と全く信仰を持つように誠の子供へと導くために最後の99%の抗議を切の心で満たしているのですなぜでしょうか私たちをあまりにも愛するからです その牧者の心をもっと感じる牧者の告白があります。告白の本に載せられたものです。1999年教会に祝福の試みがあった時生徒と一緒に21日ダニエル・テチアキ倒会の時牧者が捧げた祈りです。これを読みながら最近牧者の心がどうなろうどう。 なのか少ししとは言い感じましたタイトルは「父がくださった羊の群れを守るために」です。どこの誰も私の愛の絆から引き離すことはできないだろう。私のこの慕う心、この熱情、この切なる心を、父の栄光だけが、主の栄光だけが、いつも現れることを求めた私なので、誰よりも父は、主は、 この息子を知っておられるので勝ち抜いてまいりますどんな話をしても彼らの愚かさがかわいそうになるばかりのこの息子の哀れみを父が覚えられますように私は今日も彼らの救いと愛する父の羊の群れのために心を尽くします父を愛する我が父を。 肉では口を開く気力さえ残っていないのでさらに手に力を込めて精神を集中して血を呼び求めようともがきます愛する魂を守るために我が身我が状況を考える余裕はありません切羽詰まっております切羽詰まっております父が下さった羊の群れを守るためにこの息子は手をぎゅっと握ります 力を振り絞ります、もだえます、涙はあまりにも流して、これ以上流す涙があるだろうかと思いましたが、また流れるこの涙、父、主、魂への私の心であります。祝福だと言われたそのお言葉、かみしめてはまたかみしめて、今日一日も終えます。父よ主よ 私のそばにいつもいてくださるのでこの息子はまた力を振り絞ってまいります祝福であることを信じておりますので首都パウロが歩んだ道はその苦しみはどうだったんだろうか私ならその道に耐えられたんだろうか思ってみます。 ひどい苦しみの中でも感謝が出てきたその道思えば思うほどその行いに感動の涙が流れております私に与えられた道生さしくない道この道をもう一度行きなさいと言われればこの息子はまたこの道を歩んでいるでありましょう生徒の皆さんこの告白を聞いてどんな心でしょうか私は 約20年前捧げた牧者のこの告白がその時だけではなく10年前も今も同じように変わることなく告白しておられると感じましたその中でも特に私に与えられた道山生優しくない道この道をもう一度行きなさいと言われればこの息子はまたこの道を歩んでいるでありましょうという牧者の告白がとても心に刻まれました 魂のためなら、魂に命を与える道なら、牧者は神様が命じられた時はい、参ります。ではなく、その道を歩んでいるでありましょうと、すでに歩んでいると告白しています。そのような心で今日一日も過ごしておられます。私たちが帰らられる道なら 自分の身は顧みないで、最善を尽くして、今日も切なる心で神様の御心を成し遂げるために走っておられるのです。その愛があるから私たちは完全に変えられます。その愛に報いるために走っていかなければならないでしょう。どの時よりも、 さらに火のように祈り、命を尽くして忠実に仕え、牧者にまたお会いした時、先生,先生が教えてくださった通りに、命を尽くして忠実でありました、神様を第一に愛して心を、心を尽くして火,火のように祈っていましたと、自信を持って告白できる皆さんとなりますように、そのような心に必ず変えられて、今年の年末には、多くの方が美しい牧者の実となりますよう、お願いします。 メッセージを覚えて祈ります愛の父なる神様その恵みと愛に感謝いたします父なる神様今日は父なる神様と一つになるためには二番目について伝えてみます伝えました神様の御心を押し上がって完全に心から聞き従うことでしたそのためには愛の心が必要です神様の御心 探り極めることが必要ですこれが命となり完全な身として結ばれるようにしてください感謝しますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン映像で優位された動画一長先生の癒しの祈りを受けますご愛の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように ハレルヤ、全能の愛であられるる父なる神様、この時間祈り受ける全ての生徒の上に安心してください。出身の放送とインターネットと映像で祈り受ける司教会と姿勢で全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて,て否定的な思いと疑いの勢力。 あらゆる試練と観難も知りづけてください頭からつま先まで五臓六腑骨の節々全身の神経組織、細胞など具合の悪いところはみな精霊の火で焼き尽くして初めの光で働いてください イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔スターべての病気病原菌患いを下がれ光を望め富治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してくださいバラリアなどあらゆる風土病も退けてください 風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、AIDS、白血病、脳卒、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃�腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病とすべての炎症も完全に癒してください。<laughs> 小に麻痺、中腹、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆、危遺され、転換、自閉症、うつ病、躁鬱病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も溶けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは、物言え。 思考の後遺症も完全に癒して折れた炎もつけてください火けも完全に癒してください熱も,下がれ熱も下がれ父よ傷跡もないように働いてください麻薬薬など物物と毒物と毒 劇物の中毒も完全に癒されなさい死んだ神経と細胞が生き返って死んだものも生き返らせてください見ごもりの祝福も与えてください見ごもりの祝福期を受けよイエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔スタン空中を経由 <laughs> 権威を持つ試合である悪い霊どもよ、下がれその使い立ちも下がれこの地上の悪い霊、汚れた霊偽り欺きの霊争いを起こして惑わす闇は皆下がれすべての悪の絆を解いて闇を下がれ光を望め父なる神様衆を呼び求めて祈れるように罪を捨てて清められるように強くしてください魂に幸いを得ているようにすべての天でも幸いを下さり 家庭も福音がされますように一週間もあらゆる事故と災いから守って何をしても栄えるように祝福してください聖霊の炎の壁で天の軍勢見つかいと主の燃える炎のような恩命で全ての神の子供たちと家庭職場を守ってください子供たちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください心と思いをこの世に奪われないように守って 神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと明かしする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 アーメン涙の中おらる主愛の主それは命与える救いの